ちょっといいか。え、何ですか。この店に勤めている聖夜ってやつに用事がある。ちょっと呼んでもらえないか。聖夜さんですか。ああ、今いないですね。なんだ、休みか。いえ、今ちょっとお客さんと同伴中でして。同伴ってことはどこか別の場所で遊んだり飯食ったりしてるってことか。今日で3日連続ですよ。聖夜さん、いい客捕まえたな。そっか。何時頃出勤してくるか分かるか。いや、ちょっとそこまでは。そんなに遠くにはいないと思うんですけどね。そうか、分かった。ありがとな。ああ、つくもか。八神氏、今度は何の用ですかな。ああ、ちょっと頼みがある。こないだやってくれたつぶやき検索、また頼めねえか。いいですが、何を検索するのでしょう。そうだな、スターダスト、聖夜で頼む。ああ、検索対象の期間は今日一日のつぶやきの中からでいい。承知しました。少々お待ちくだされ。出ました、出ました。今八神氏の画面にも出しますぞ。ちょっとまだ多いようです。他に何か絞り込めるキーワードはありませんかな。そうだな、おお、結構絞れましたよ。よし、この数なら全部当たれそうだ。ちょっと行ってくる。ありがとな。この程度ならお安いご用ですよ。ちょっといい。スターダストの聖夜ってホストのことなんだけど。何、あなたお店の人。え、いや違うけど、ちょっと彼のことを探してるんだ。君、彼と同伴してたりはしないみたいだな。な、何よ。まさか私が聖夜君にすっぽかされたって言いたいわけ。彼、支度に時間がかかってるだけなんだから。ちょっと待ってればすぐに来るわよ。お、おお、ちなみにどれぐらい待ってるんだ。あ、ごめん、それじゃ。加減にしろよ。
ちょっといいかな。何ですか。君、スターダストの聖夜ってホスト知らない？あなた、聖夜くんのこと知ってるの？聖夜くんは無事なの？同伴の約束してたのに全然来ないから、もうすごい心配で心配で。は？俺はただ彼がここらで女性と同伴してるっていうから探してるだけなんだけど、その君とじゃなかったみたいだな。え？何？聖夜くん誰かと同伴してるの？そうらしいけど、まあなんだ、あまり気を落とさないで。よかった、聖夜くん無事なのね。事故にでもあったのかと思っちゃった。聖夜くん楽しんでるのかな。彼が幸せなら私も幸せ。といいかな。何？君、スターダストの聖夜ってホスト知らない？は？聖夜？あいつが何だって言うのよ。いや、ちょっと聞きたいことがあるんだ。この辺で女性と同伴してるみたいなんだけど。嘘でしょ？私との約束すっぽかしておきながら一体どこの誰と同伴してるって言うのよ。あ、いや、君がその相手じゃないんなら別にいいんだ。よくないわよ。ちょっとどういうことなの。悪い、俺急いでるから。八神修行、聖夜氏というホストは見つかりましたかな。いや、3カ所全部回ってみたが空振りだった。そうですか。でしたらもう一度やってみます？え？いや、もういい。違う方法を考える。まあそう言わずに、あれから時間も経ちましたし、きっと新しいつぶやきがありますぞ。そんなちょっとで変わるもんか。まあいいや、それじゃあ頼む。ではひとまずさっきと同じワードで検索してみましょう。ほら、新しいのが一件ありますぞ。八神氏の画面にも出しましょう。時間も1分前ですし、これはかなり有力っぽいですぞ。よし、行ってみる。助かったよ、つくも。お安い御用ですとも。時間食っちゃったよ。なあ、君が聖夜か、スターダストの。え？デート中に悪いね。少しいい？ごめんね、舞ちゃん。ちょっとだけ待ってて。何？大丈夫なの？大丈夫大丈夫。店の外でいいですか？八神さん。なんだ、俺の顔知ってたのか。ええ。
八神さんのことはテンダーのマスターから聞いてました。それで仕事をお願いしようと思ってたんです。ヤクザに殴られた仕返しがしたいって。ええ、八神さんなら何とかできるかもって。元は敏腕弁護士で探偵なのにヤクザとも対等に口が利ける、カムロ町じゃ知られた人だってマスターに聞いたから。へえ、そんな風に言われてんだ俺。あとこれは噂でだけど、依頼人のためならどんな手も使ってくれるって。それで殺人犯を無罪にしたこともあったんでしょ。あれ、僕なんか変なことを言いました？いや、いいんだ。それより羽村の頭に殴られたって。ええ。日にちは？12月3日の夜です。あのヤクザが事件を起こした日なんでしょ？間違いないのか？うん。俺は今羽村の弁護人に雇われて事件を調べてる。君の話は裁判の重要な証言になるかもしれないんだ。そっか、僕の証言であいつが無罪になったら嫌だな。気持ちはわかるよ。でも情報が欲しいんだ。頼む。有名人に頭下げられちゃね。オーケー、八神さんに嘘は言いませんよ。羽村に会ったのは夜の何時頃？12時頃かな。ピンク通り裏の九州一番星ってラーメン屋の前で。結構寂しいとこ。その辺りだとサウナ御殿にも近くなかった？うん、そうだね。もう少し聞かせてくれるか。そもそも君はなんで羽村に殴られた？そんなのこっちが聞きたいよ。ただまあ向こうはかなり酔ってたみたい。僕はその時一人で、羽村は向かいから歩いてきてた。一人でブツブツ言っててなんか危ない気はしたんだよね。だから目を合わせないようにしてたんだけど、やっぱり絡んできてさ。どのくらい殴られた？一発だけ。でも僕しばらく顔にあざできてたんだよ。しかも歯のかぶせ物まで取れちゃって。歯のかぶせ物？その後歯医者にも？ん？次の日すぐ行ったけど。じゃあ診療記録が残ってるな。証言の裏が取れる。ああ、そういうことか。で、君を殴った後羽村はどうしてた？ふらふら歩いてサウナに入ってったよ。ほら、さっき言ってたサウナ御殿。12時頃君を殴ったその後羽村はサウナ御殿に入っていった。うん。つまり羽村の入店さえ確認できればそれがアリバイになる。そうそう、警察もそんな風に言ってたよ。今の話法廷で証言してくれって言ったら頼めるかな？ OK だよ。八神さんにはオンを言っときたいし、テンダーのマスターもオンに来てくれるよね。分かった、伝えとく。待った。あともう一つ、羽村と会った時周りに防犯カメラ、もしその映像が残ってたら鬼に金棒だ。さあ、それは分かんないな。いちいち気にしてないし。そっか、ありがとうな。また連絡する。うん、それじゃ。もしもし。よ、カイトだ。綾部には会えたか？いや、でも羽村に殴られたってホスト見つけた。ん？なんだそりゃ。羽村のアリバイを証明できるかもしれない。本当か？事件当日の12時頃、聖也ってホストが羽村に殴られた後サウナに入っていく姿を見てた。場所は九州一番星のあたり。もしその辺に防犯カメラがあったら
何か映ってるかも。今そこに向かってる。おい、その辺りって刑事跡が地形な。凶霊界に見つかったら厄介じゃねえか。そんなの言い出したらどこも歩けなくなるよ。まあそうだな、違いねえ。しばらく寝とけって。見た顔やな。おお、村瀬。奇遇やの。こないだの礼にたっぷり痛めつけたる。おお、このガキ会社に引っ張ったるや。いや、急にこれはちょっと。タボ。海藤さん。邪魔すんな僕。どこ行くの？なんだおら！いや、なんかすげえな、あんた。早く手伝え、タボ。確かに。お前ら、おとなしい往生せえや！Let's go!
収穫はあったんだろうな、タボ。多分な。ほら、あのカメラ。あれにホストを殴る羽村が映ってれば、アリバイは成立。俺らの仕事は終わりだ。映ってなかったら？そんなの考えたくもないな。何が映ってんのかお楽しみか。必要なことは全て映っていました。これは事件当夜、酩酊状態にあった被告人が通行人に暴行する様子です。この直後、暴行された通行人は被告人がサウナへ入っていく姿を目撃しています。以降、始発まで店を出たサウナ客はおらず、つまり被告人は朝まで同店内に留まっていました。このことから弁護側は被告人のアリバイが成立したと考え、無罪を主張いたします。ところで検事にお伺いします。検察は起訴前にこの映像をご存じなかったんでしょうか？警察でサウナ周辺の防犯映像を調べたところ、被告人の姿を確認できるものはなかったと、そのように聞いていました。では検事ご自身でサウナ周辺を確認しにも行かれなかった？ええ、私は確認していません。何にせよ、実際今弁護側が提示された映像はあまりに不鮮明です。被告人の姿を確認できたとの弁護側主張には同意できません。わかりました。では続いて弁護側証人を尋問いたします。先ほどの映像の中で暴行を受けていた人物、あれはあなただということでしたね。間違いありませんか？はい、そうです。ではそのあなたを暴行した人物ですが、この法廷にいますね。証人、どうしました？僕の勘違いでした。殴られているのは間違いなく僕です。でも殴っているのか誰かは分かりません。裁判長、すいません、一時休廷をお願いします。何があった、聖也？僕、証言できません。ごめんなさい。だからなんでだよ。今朝まで全然そんなこと言ってなかったろ。さっき電話がかかってきたんです。電話？僕には妹がいて、その携帯から知らない男の声で電話が。そいつは教令会の村瀬だって。八神さんにそう言えばわかると。村瀬が証言するなと言ってきたんだ。はい、もし証言すれば妹の帰りがいつになるか保証できないって。分かった。おい、
どうすんだよ八神、警察に相談するか。海藤さん、八神だ。今から教令会の刑事アートに行く。証人の妹が人質に取られた。手貸してくれ。どうする気だ、裁判は始まってんだぞ。自分の証人も守れねえで何が裁判だ。お、できるだけ時間引き延ばしてくれ。聖夜が証言できるように必ず俺が何とかする。巻き込んだのは俺だ。妹さんを絶対無事に返す。約束する。時間引き延ばせっていつまでだよ。近くまで来てる。もうすぐだ。今見てるけどよ、ビル中のブラインドが降りてる。中の様子がわからねえ。本当に人質はここなのか。相手は関西の教令会だ。そういくつもこっちにアジトはないだろうし、それに隠したいものがあるからブラインドが降りてるんじゃないか。聖夜の妹がそこにいる可能性は高いよ。なるほど、そりゃ怪しいな。わかった、俺はこの間のとこで待ってる。 KJ アートを見下ろせる屋上だ。いいな。来たか。相変わらず中の様子は見えねえ。どうする？まず強行突破はなし。敵の数がわからないし、人質を盾にされる。変装もさすがに警戒されてるだろうな。じゃあどっか侵入口見つけて忍び込む感じか。ああ、それしかないな。そうだろうと思ってよ、いい作戦を立てといたぜ。へえ、どんな？まず俺がビルの正面で騒ぐ。で、連中の目引いてる間にお前が入り込んで人質を連れ出す。作戦ってそれだけ？バッチリだろ。まあ、で、目を引くって何やんだ？それは、そん時がクリアわかる。ただまあ、お互い体の張り時だ。なるほど。中で女の子が心細くしてんだろ。早く助けてやろうぜ。分かったよ。俺は侵入口を探す。見つけたら合図する。のクソガキいるか。元松金組の怪盗だ。村瀬出さねえとこのビル燃やすぞこら。おお、上等や。そこまで終われ。逃げんなよ。行けタボ、今がチャンスだ。分かった、死ぬなよ怪盗さん。ええ、度胸しとるの。よう逃げんかったやないか。
あれも終わりや、クソガキ。なんだお前らは、村瀬を出せっつってんだよ。雑魚じゃ話にならねえ。早く呼んでこい。難しい、ダメか。よし、これでよし。返りたいんで。さらった子どこだ。知らん。俺は下っ端やから何も知らされてへんのや。はあ、なんだよ、使えねえな。とりあえず上に行くしかないな。
少しだ。よし、これでよし。誰だお前。しばらく寝とけっての。クソが。まだ元気があるんならいろいろ喋ってもらおうか。さらった子はどこだ。うや、応接室におる。応接室だな。素直で結構。応接室の扉の暗証番号は。言うわけないやろが。状況を理解した方がいいぜ。こっちは時間がないんだ。もう一度だけ聞く。これが最後のチャンスだ。応接室の扉の暗証番号は1370や。1370だな。ありがとうよ。開いた。よし、ダメか。よし、もう少しだ。よし。聖夜の妹だな。もう大丈夫だ。助けに来た。八神やろ、いつの間に。その子解放しろ、今すぐにだ。解放？なんのこっちゃ。この通り縛ってるわけでもない。いつでも好きに帰れるやんか。ああ、なるほど。あんたらも仇の監禁はやばいと思ったわけか。まあ裁判の間だけしのげたらいいんだもんな。考えたね。けど、それじゃ言い訳にならない。縛って拘束する行為だけが監禁じゃないんだよ。もうちょっと勉強しな。やかましい。ちなみに逮捕監禁罪は3ヶ月以上7年以下、当然怪我までさせたらもっと長くなる。そん時は殺して薬で溶かしたるわ。死体が出んかったらそれでしまいや。はい、脅迫罪。また一個罪重ねたね。クソ。あ、このガキ口利けんようにそれ。
行こう。そこにおれや、八神。村瀬さん、なんもいいだろう。これ以上騒いでも泣き見んのあんたらだけだ。羽村にはアリバイがある。クメをやったのは別の人間だ。だから聖夜の証言止めんのにあんたらが体張る価値はない。なら、クメは誰がやったんや。それはまだわからない。ただ羽村ならそれを知ってる。あいつは真犯人とグルだったはずだ。何やと。事件の夜、クメはアムールを出てからあんたに連絡するでもなく姿を消してる。その後は町中の防犯カメラにも映らず、目撃証言もない。俺が思うに、クメはアムールから解放されなかった。羽村から真犯人に引き渡されたんだよ。そして羽村がサウナでアリバイを作ってる間、真犯人は別のどこかで久米を殺し、その目をえぐり出した。筋は通っとるな。羽村が無所に入ったらどうやって今の話を確かめる。せやから羽村は泳がせろっちゅうわけか。証言止めるために女の子を脅すよりかはスマートだ。こんなもん大の大人が何人も集まってやる仕事か。分かったわ。行けや。今日は探偵さんの同居を褒めといたる。どうも。防犯映像の中で僕を殴っているのは、今この法廷にいる松金組の羽村さんです。思い出しました。間違いありません。では先ほどの発言は撤回されますね。はい、すみませんでした。裁判長、この証人の発言には全く信憑性がありません。弁護人、いかがですか。証人に動揺があったことは認めます。ですが、初めての法廷に対する緊張は誰にとっても十分理解できるはずです。今弁護側は証人の信憑性に疑いを持っておりません。スターダストというカムロ町のお店、つまりホストクラブですね。証人はこちらに何年お勤めでしょうか。だいたい2年です。そのわずか2年の間に、あなたは女性客との間にいくつかトラブルを抱えていますね。何？何の話？あなたは複数名の女性客に結婚をちらつかせてはいませんでしたか？それも多額の金品を貢がせた時にはすぐにでも結婚できるような素振りを見せる。調子のいいことを言って女性を喜ばせるが、具体的な話になるとさっきのように前言を翻す。そんなあなたへの訴え、相談が把握しているだけで消費者センターに5件寄せられていました。そうやって巧みに人の心を誘導する証人の言葉に信憑性があるでしょうか。証人の裏付けだけであの映像の人物を被告人とするには不十分ではないでしょうか。であるならば、やはり被告人のアリバイは成立しません。以上です。弁護人から何かありますか。言葉の信憑性という点について一つ検事にお聞きしたいことがあります。はい。その前に、先ほどの防犯映像を犯行時刻より数日後まで早送りしましょう。くしくもその日は検察が本件の起訴を決定した日でした。今映ってるのはあなたですね、検事。ええ。
そして行っていたのは、防犯映像に映っていた被告人と証人の行動の再現でしょう。違いますか？え、いや。だとするとおかしいですね。検事は先ほどサウナ周辺の防犯カメラ映像は一切確認していないとおっしゃった。でも映像を確認せずに証人の行動の再現など不可能だったはずです。またご自身でもその周辺の確認には行っていないとおっしゃった。でも実際に行かれておられます。なぜそんな嘘をついたんですか？嘘なんかじゃ。事件当夜のこの映像は見ての通り必ずしも鮮明とは言えません。だからもしも検事がここに映る人物を被告人ではないと明確に否定したのなら話はわかります。でもあなたは否定するでもなくわざわざ映像を確認していないと言った。おそらくあなたは映像に映る人物が本当に被告人だったかもしれないと思ってしまったのでは。少なくともその可能性を否定しきることができなかった。だから嘘をついた。違います。あなたのその言葉に信憑性はあるでしょうか？あなたは先ほど堂々と嘘をついたんです。そして残念なことに今この法廷で被告人の有罪を主張しているのはそんなあなたの言葉だけなんです。被害者の久米が殺害された時刻、羽村は朝までサウナ御殿に入ってた。防犯カメラに映っていた映像と羽村本人の証言、聖夜の証言は矛盾なく並び立ち、アリバイが成立した以上、羽村は久米殺害犯ではありえない。主文、被告人羽村恭平は無罪。これから判決の理由を述べますので被告人は座ってください。判決は正しい。羽村は確かに久米殺害の実行犯じゃない。ただしその協力者ではあったはずだ。俺は闇に消えた真犯人をモグラと名付けた。土の中で目の見えないモグラは被害者たちの目玉をその鋭い爪で奪う。そして今もカムロ町のどこかで息を潜めている。弁護士であれば被告人の無罪が証明されたこの時点で仕事は完了する。でも俺は弁護士に復帰したわけじゃない。事件が白黒つくまで追いかけるかは全部こっちの勝手だ。狭い町で商売するからには弱小探偵事務所にもメンツってもんがある。つまり羽村やモグラにコケにされたまま終わる気はないってこと。八神さんですよね。お元気そうだ。カムロ町の探偵業は順調ですか？あんたも傍聴に来てるのは分かってたよ。けど挨拶する義理はないんでね。私はジャーナリストとしてあなたの声を聞こうとしただけです。何も個人的な恨みがあったわけじゃありません。殺人鬼を野に放ったインチキ弁護士、俺がどう取材に答えようがあんたの書く記事はいつも一緒だった。忘れないでください。
あなたが野に放った殺人鬼に可愛い娘を焼き殺されたご遺族、彼らは今も苦しみ続けています。それなのにまさかまた法廷に戻ってくるつもりじゃないでしょうね、八神さん。誰もそんなことは言ってない。そうですか、それなら結構です。